皆さんはギャンブルがお好きですか？好きです。大好き。僕も好きです。言わされてない。本当に？いや、そうでもないかも。絶対に違うでしょ。そうでもないかも。まあ好きですと言ったもののそんな経験はないです。ああ、はい、そうなんだ。意外と裏でめちゃめちゃなんか競馬やってるとかそういうのじゃないですか？いやないですか。パチンカスとかなんじゃないですか？だったらめっちゃ面白い。意外とこう見えて。でもなんかうん、はい、聞くところによると、はいはいはい、初めてのパチンコで大負けしたっていう話は聞いております。いや、ちょ、逆だよ。初めてのパチンコで大勝ちしたんだよ。あ、大勝ちしたの？そう、 4万ぐらい買ったんだよ。でも大負けしてもうやらないって言ってたよね、この間。初めてのパチンコで大勝ちして4万買って、はい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 、で2回目のパチンコで、うん、5万ぐらい負けてもうやんねってなった。痛い目見とんな、うん、もうギャンブル引退、うん、もうやんねってなった。もういいやんない。それが一番いい流れかもしれない、ね。まあ、一番賢いかもしれない。でしょ。よかった、そのまま2回目も3回目も勝ってたら、うん、もうエベス今頃今撮影しないでパチンコ行ってたかもしれないから。わり今日パチンコ行くわ。そう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 、もうパチンコのになっちゃったかもしれないから、ね、よかったかもしれない負けて。確かにそうだよ。まあ、そんなギャンブルに関係する脱出マップらしいです。今回は。へえ、脱出ギャンブルってどうつながるんだ。もう全然わかんない俺も。一定以上のお金ゲットしないと出れないみたいな、そういう感じかな。ありそう。運次第ってこと？やばいやばい。ありそうだ。ワンチャンそのなんかリンゴが、うん、リンゴになるまで一生出れないみたいな。やばすぎだな。可能性はある。なるほどね。ギャンブル魂前編。はい。億万長者は私にとって最大の夢の話を叶えるための重要な鍵かのようでした。めちゃくちゃ無理やり日本語やるかこれ。海外のマップかなこれ。海外のマップじゃないこれ。いや、でも鍵かのようでしたね。日本語書いてあるんだけどな。億万長者になるのが大事ってことだね。うん、うん、よし、じゃあおっしゃってくれ。じゃあ行くよ。行け、ドン、レッツゴー。来た来た、ギャンブル魂。ギャンブル魂前編。すごい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 。え、ダイヤモンド1個。ダイヤモンド1個握りしめて。これ持ってスタートってこと？これ持って。これ種銭だ、種銭。種銭だね、これを。これなくなったら命尽きるときってことでしょ？そうだね。そうだよ。これなくしたら終わりだからな。そうそうだよね。ちょっと試しにちょっと投げてみて。大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫だ。投げんの怖。めっちゃ怖い。これパーンって命でしょ、これ。死んだらどうしようと思って。3、50。なんか書いてあるね。書いてあるね。数字が振って倍率とかじゃない？違うかな。かも。え、なんかさ、すごい機械の音しない？言ってるね。バカバカ言ってるね。なるほどね。あ、なんか出てるわ。安全なんですか？いや、安全なわけないよね。安全なわけはない。まあ、命は一回かけないといけない場面は来ると思うよ。いや、怖すぎだろ。これほぼ開示ってことじゃ。つまり開示。オッケー。うん、カイジしっかり見たから大丈夫。一旦3とか入ってみる。まあ3だよね最初は。これ数字がどんどんでかくなるみたいだから、まず一番ちっちゃいとこ行ってみよう。ちょっとじゃあ、はい、行こう行こう行こう。行きます。お、誰かいるよ。お、なんだこれ。スタッ フ。あ、店員さんね。あ、なんかダイヤ3つで、はい、チケット薄灰色のコンクリートの設置可能っていうブロック手に入ります。はい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 、わかったわ。ここの、いた種銭集めます。大丈夫？任せるよ。本当に？はい。怖い怖い怖い、これ騙し取られるやつ。3つってさ、この看板の3つさあ、必要なものってこと？あ、そういうこと？そう、ダイヤが3つ必要ですよってことなんだと思って。あー、なるほどね。エビス出口塞いどけ、あいつが逃げないように。オーケー、もう絶対見張っとくわ。騙し取られないように。あいつがダッシュで逃げないように。これ見張っとくぞ。これあれじゃない、バインして返すからのやつじゃない。そう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 、そのまま持ち逃げされないように。まあ、まあ、おい待て、逃がすな。待て待て待て、お前逃がしてくれ、逃がしてくれ、あいつを。お前これらのダイヤ。許すな。何ここ、ここ何、ここ、何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 これ、何いろんな装置があるんだろうね。え、やばいやばい、ごめんごめん、そうちゃった、そうちゃった、ご来場いただきまして感謝します。そちらのスペースシャトルを購入することによって、まさかこれ脱出じゃない？ほう、私の今の最大の夢を叶えようとしていました。翻訳、あ、出た。そうだね、とてもお客様のお目が高いですね。はい。
このスペースシャトルを買いたいってこと、はい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 、ですが、その選択によっては多くの財産が必要とします。絶対これおかしい日本語私がスペースシャトルを入手するために、はい、うん、この魂をギャンブルに捧げたいと思います。目的はこのスペースシャトルなのか。なるほどね、ギャンブルに捧げちゃったんだ魂。なるほど、あ、じゃあこれ乗って脱出ってことかな、じゃないかもね。なるほどね、こっち行ってみる。なんか地下室っぽくない、これ。僕ら敗北者が入るとこじゃないの、これさ、連れてかれるとこじゃないこれ。これマジ地下労働じゃないこれ地下労働じゃんこれ。うん、まあ、一旦じゃあ交換していいか、まあ、ね、これ、うん、いいよ。これで3つダイヤ3つでブロックを交換。何ブロックなんだ、このブロック、それか、はい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 、このブロックが多分ここに置けるのよ。はあ、あー、なるほど。じゃあ置きますよ、やってみようぜ。ドゥン、来た、お、光った、そうすると光った、あ、来た、動いた、あ、どうだった、 え今ちょっと俺の画面で捉えたんですがおそらく、はい、敗北おそらく敗北、え、もう誰もないぞこの仕組みが、うん、おそらくだけど向こうから奥か向こうの壁紙からトロッコが出発するシステムになっていて、うん、はいはい、でこの右左の運の要素をくぐり抜けてこの真ん中のこの光ってるところにたどり着いたら勝ちっていうシステムなんだと思うんだけど、残念ながら我々のトロッコは一番左側の方に消えていきましたっていうちょっと負けだったことね。お前何してんねんすいません、お前何してんねん、俺は負けないよ、貸したんだぞ種銭失いましたあれ終わったじゃねえか、これどうすんだ俺らの命がすいません、分かったかもしれないこのゲームの敗北者は地下行くんじゃね、そうだよね、多分そうな気がする、ね、あそこで働いて稼がなきゃいけないじゃないか種銭をえ、カイジじゃんマジでカイジ、地下いきなり地下編に入っちゃったんだけど、いきなり地下ロード、え、これやばくね、やばい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 50個とか必要なとことかあるんだよ、だって。いや、でもそれはあくまでも手段で最終目標は結局こいつなんよ、うん、この、まあ、そうだね、でこいつはでもいくらするんだ、いや、やばい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 、ちょっと見てみ、何64、え、ダイヤモンドブロックが64個、ダイヤモンドブロックが64個、それでやっとクリスタルが1個で、うん、そのクリスタルが10個あって初めてこのスペースシャトルのキーが必要になる、はい、つまりダイヤモンドブロック640個必要、え、つまりダイヤモンド自体が 640×9 必要になる、ぜひさん暗算お願いします、フロック54880 5760じゃない5760個のダイヤが必要になるんじゃないかな、あーあーやめるかこのマップ帰ってもいいですか一回帰ってもいい、でもね、うん、もうドア開かないんだよね俺ら捕らえられてるってこと、うん、そうだよ、うちらもう地下帝国行きだから、これ働くしかねえ、働くぞ早く、やばっ、でもさ、さすがにさ、なんか、あ、来た、やばいやばい、あなたにはお金がありませんか、やっぱりそうだよな、わった、この労働を行うことは億万長者への第一歩です、絶対そうだ、うわ、どのようにして労働するのだろうか、こちらの洞窟から石炭鉱石を採掘して、石炭ね、 それらを全て私に提供してくださいなるほど、手を掘りまくります、うわ、シンプルな労働、完全にカイジだ、働かされるんだ、カイジじゃん、え、で、で、え、素手で掘れと、え、ダイヤ1個で木のつるはしだよ、交換できんの、あれ、え、全部使っちゃっちゃったってこと、え、もしかしてあれじゃない、手掘りしろってことじゃない、 でも手掘りもできない、うん、あれ終わったってこと、え、そんなわけでも、えどこかあの下に1個落ちてたりしないかな、これ、ね、の、うん、自販機の下、そう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 、あさ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 あ
えぐ。でも何のアイテムもないのよ我々。一発逆転はあるっぽいの、一発逆転したいけど我々多分今何も持っていないからもう命差し出すしかないんじゃないかこれ。ちょっと臓器売るしかないかも。臓器売るしかないかもしれない。でも俺さ、その全部臓器あげたくないから。いやそりゃそうそりゃそうだろうな。全員みんなでさ肝臓を3分の1ずつ分け合わない。いやいやいや、嫌だろそれ。誰が欲しいですか3分の1ずつの肝臓。肝臓全部取ったら大変だからさ。そうなんか、そうだね、3分の1のなんか純情な肝臓みたいになっちゃうよねっていう。そうそうそう。クソしょうもないの思いついちゃったけど3分の1の肝臓って。本当に、じゃあこれ、やり直し、リアルやり直し説ないか。リアルやり直しこれ説あるよ。だってさ、普通はあれなんじゃない、最初一人プレイ用だったらさ。はいはいはい。さっきもできないじゃん。そっか、そっか、俺らがこの譲渡するっていうことをたまたま奇跡的に3人でやってしまったからゲームオーバーになっちゃったんじゃないか。あー、あーそういうこと。本来はあれに挑戦することすら不可能だから、ここで第一歩で掘ることを覚えるっていうチュートリアルのはずを俺らはパワープレイでスキップしちゃったんだ。なるほど。やっちまった。こいつに騙されたんだよ。やられた、全部掘って、やられた。じゃあちょっと行ってきます。臓器行ってこい。どこへ、どこ行くんだあいつ。あいつは臓器降りに行った。いや悪い夢でしたね。夢落ちかよ。本当に悪い夢だったよ。いや本当にギャンブルは怖いね。いやいきなり痛い目見たな。あれ落ちじゃん。人生破滅ルートでしょ。本当に人生破滅ルート。そうそう、だからこういう大人になっちゃいけないよっていうね。そう、バッドエンド1ですねこれは。マルチエンディングの。なるほどね。あ、マルチエンディングなんだ。そうだよ、シンプルなやつ。バッドエンド1。なるほどね。スマップマルチエンディングあるから。あすごいな、凝ってるな。そう、それ見せただけだもんね我々ね。そうそうそう、なるほどね。俺ら優しいからね。確かに。早く行くぞ。ちなみにこれ前編って書いてありますけど、ちょ怖いね。はい、あの後編はないです。はい、OK です。はい、後編はまたあの別のマップなんで。はいはい、あ、OK です。今日は全編、ね、うん、前編だけですね。はい、はい、したよし、一旦もう労働しようぜ。労働しよう、労働ね、一旦労働しよう。確かに汗水流そう。そうだな。じゃあ交換してくれ。交換か。しゃ、行くぞ。交換しますよ。頼む。交換。来た来た。金のつるはし。はい、交換。あ、来た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 。あ、来た。よし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 。スラホール。脳死で3人で掘り続けたら何時間かかるのかっていう企画やってみたいね。確かに。嘘でしょこれ。ギャンブルと真面目に働くのどっちが結局早いのかっていうのを実験してみたいね。あ、それ面白いね。まあ、確かに石炭でも交換できるからね、ダイヤね。そうだよね。もう破滅することはなくなるんだよな。ここに無限に石炭があるから。まあ確かに。そうそうそう、確かに。木も壊れないから死ぬことはもうなくなったかもしれない。確かに確かに。お金を稼ぐ手段、ツールを手に入れることが大事っていう学びですね、はい、あ、すごいですね。確かにその通りかもしれない。魚のね、取り方を学んだんですよ、うん、お、魚をもらうんじゃなくて。そう、教育っぽいこと言ってるけど、なんか全然普通のこと言ってんだよな。演説してる風だったな今。いけるんじゃないか。お、ダイヤ14個ゲットした俺。お、いいね。じゃあ行くぞ行くぞ。さあギャンブルタイム、行くぞギャンブルタイム。誰が勝つかですね。一発逆転じゃ。じゃあ俺さっきやったから。じゃあ俺まず1個交換するわ。オッケー、行くよ。じゃあおい、オッケー、レッツギャンブル。さあ来た。どうどう。はい、残念。はい、失敗。はい、残念。はい、敗北者だけ。よし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 。ちょっと俺ら両方左右に綺麗に言っとく。これ俺が真ん中行く流れなんや。こうなると流れの中にね。いや、持ってかれる。確率的に言うと。はずせ。行こう。はずせ。行こう。はずせ。行け。行け。はずせ。行け。はずせ。外れろ。はい、どうしよう。はい、敗北者じゃき。いや、俺ら全員負けてんだよ。悲しい。3分の1の確率で3回で負けてるから悲しいな。いきます。はいはい。さあ来た。あ、あ、はい、ダメだ。よし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 。なんで。もうどんどん行こう。さあ、どんどん行かない。決めますか。行きます。
はい、ドン。おー、来たー、来たー、来た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 、ここに入ってんのか。30個。あ、10倍強いな。あ、10倍なんだ。これは可能性あるわ。じゃあもらい、くそ、イエーイ。33個。待って、でも待って、ドゥ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 、ひらめいちゃった。ドゥ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 、あれカイジじゃなかったっけ、さっきまで。じゃあ今ひらめいたからガリレオが流れた。あ、そういうことね、そういうことね。これ3分の1の確率でも大体当たるじゃないですか。はいはいはい。で当たったら30個ダイヤがもらえるってことは、確かに9個ダイヤを9個最大消費すれば30個手に入るっていう計算だから。あ、確かにね。つまり期待値として考えるなら、はい、これやり続ければ得です。確かに。そうだよね、ほぼ絶対プラスだ ね、圧倒的にプラスだよねこれ。そうなんですよ。なんか大人的思考をするとひたすらここでやってても勝てはするってことだよね。そう、まあ、そうなりますね。そうですよね、まあ、面白くないから次のとこ行くっていう流れじゃないかなそれ。まあでもあれじゃない、あのさ、その分さ、倍率も多いんじゃないの。こっちもそうでしょ、多分かかる分。うん、おちょ、エビス君3、今何個あったっけ。33個ある。なるほどね。まあ、ちょ、これもいけんじゃない。もう、もう、なんなら15とかいけんじゃねとか思ったけど。30、まあまあ、あれ、おい、なんだ、敗北者 うるさいな。なんだ、なんだ。もういけるじゃない。もう君、君、全部、君がさ、全部かけていけば、これ、クリアできるよ、多分。あ、全部、あ、もう、もう、じゃあ、じゃあ、俺は見たんだけど、全部、全部、全部交換したわ。全掛けしてみようぜ、これ。全掛けした、全掛けした。ダイヤ5個だ、そう。そうそうそう、これやってみようよ。6個、6個買っちゃったわ。うんうん、どういうゲームなのかまず知りたいけど。確かに頑張れ、まだやっぱり。まあまあ君勝ってるからね、まあ、いけるよ。まあそうだよね、全然余裕あるしね、うん、じゃあ入れてくわ、うん、はい、ギャンブルー。どういうこと。あ、出てきた、ニワトリ。ニワトリ、あっ、あ、1匹買ったんじゃない。え、これどっち。あ、そのスイッチの上に乗せろってことだよ。あ、なるほどね、なるほどね。あ、じゃあこれであっさり解けたと。まあまあまあ、あと5回ありますから、うん、そんな最初は様子見ですよ、ね、いけますよ ね、いけますよね、さすがにね。エビス君だったらね。はい、2回目、はい、ドーン。お、どう。さ、お、いいんじゃない、いいんじゃない。ポン、はい、失敗。はい、失敗。これ正しい、これ。なんかイカ様じゃない、うん、ここの店。風力一緒ですよ。一緒で一緒で、別に調整とかしてないよ。あ、そっかそっか、調整入ってないよね、これ。入ってない入ってない入ってない。遠隔じゃないよね、これ。遠隔でスイッチとかしてないよ。はい。そうだ、じゃあ3回目。はい、墓地。どう。あ、はい、失敗。はい、失敗。全然成功するビジョンが見えない。溶けていく溶けていく。嘘でしょ。え、タイミング見なきゃいけないんじゃないこれ。確かに。でもさ、これはさ、さっきのトロッコのゲームのさ、3分の1で当たるとかじゃないから。これそうなんだよ、だちゃんとパターン掴めば、ワンチャン解けるぜ。そう、ワンチャン解けるし、パターンさえ掴めばワンチャン100勝ち、100連勝もできるかもしれない。確かに。この音のタイミングとかでちゃんと研究していけば。ちゃんと研究してデータ取って、データ取ってギャンブルデータだから。今これは来たか、これは来たんじゃないか。いいんじゃない、来たんじゃないか。はい、はい、失敗。絶対に無理。意味が分かんない。めちゃめちゃ意味が分かんない。ここのこれマジやべえかも。ここ鬼門だな、これやばいな。お、うわ、ハイブリー。え、どうやったらあそこに2つ乗るの。今これラストよ、ラストラストよ。頼む頼む。おー、来た、やった。すごい、嘘でしょ、すごい、やった。うわ、60本。いや、60本。勝負強、勝負強、これ全部なくす流れやん、これ。やるな。おい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 、マジか、エビス地下労働の流れだったじゃん今。そう、何ギャンブル力発揮したんだよ。強っ。主人公かもしんねえ、カイジかもしんねえ。俺は主人公だったな。脳汁出ちゃったからこれ。ちょ、3個余ったな、なんか端数余っちゃったからあげるわ。え、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなに欲しい。ありがとうございます。じゃあ1個ずつあげようかこれね。ありがとうございます。靴でも舐めるんだ。じゃあ、あと1個余ってるから、ほら。ほら、舐めてもらおうか。靴。あ、いた。いた。あ、
殴ったんで渡してください。あよし、はい、園長くんです。1個くそー、ありがとうございます。で一応今ね60個あるよ。あいいね、次行ってみる。行くか。おいいいじゃん、行っちゃって。行くか、行けんじゃない。行くか。おこれは何これ、 やばそうだよ。またやばそうだね。向こうからなんか流れてきて火から避けられるかみたいな。今回ね10個で1回。わ結構結構使うね。じゃあ行くぞ。お願いします。いいよ。ポチ。あ豚だ。豚ね。あ燃えるんだ。いいぞ。え、あ、お、あ、なるほどね、そういう感じ。あ、え、やったー。一発クリア。60、これ60なんだ。イエーイ。やば、あれ60か。結構渋くない？でも結構渋い。意外と楽勝っぽい感じがしたけどね。そう、もう今ね5個余ってんだよね。パラ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 。じゃあ1個ずつあげるよ。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、すいません、すいません、ありがとうございます。まあ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 、倍にして返してね。ちょっとそれはそれはそれは分かんないけど、それは分かんない。あれ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 、分かんないですけど、任せてください。任せてくださいよ。じゃあ先に行きますね。はい、どうぞ。これはいける。さっきの音聞いてた。頑張れ。ここ行け。どうだ、頼むぞ。さっき友達流れ。あああああなんでやねん。音聞いてたんじゃないんかい。大失敗した。じゃあ私行かせていただきます。いいよ、お願いします。ここ、来た。お、これはどうよ。あ、ほら、あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃない。あ、あ、やった、生まれたー。おめでとう。マジかよ。ハイボクシャルだな。ハイボクシャルだな。これまずいぞ。あれ、え、ベンジーさん、もう一個やりたい？やりたい？もう一回やってください。やりたい？やりたいの？やりたいの？靴でもなんでも舐めるんで。じゃあ舐めてもらおうかな、俺の靴。ペロ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 。俺サンダルだから裸足だけどね。最悪。最悪。最悪だ。これで絶対逆転するぞ。あいつら見返してやる。行くぞ。頑張りな。ここ。どうだ？いいんじゃない？どうだ？どうだ？あ、あ、どうしてだよ。くそさっきと全く一緒。全く同じ流れ。ロードしに行った。ロードしに行くしかない。でもね、まあ、3回分あるから。あ、そっか、いいよ、やりな。ペンティに全部あげて。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。俺もいっぱいあるからさ。そう、俺も60個あるからさ。ありがとうございます。ここで必ず恩を返します。頼むよ。任せてください。ペンチューさん。必ずオン返すんで。くそ、毎回そこじゃん。まだだ。いつもそこ。ちょっと勉強してもらわなきゃ困るよ、ペンチューさん。そう、ギャンブル苦手なんだよ、俺。来た。お、いいんじゃない？お前は何？お前もっと泳げって。さっき泳いでたじゃん、園長の時。泳げって。音聞いた音。音聞くことだね。聞いて。うん。同じタイミング。ここ。これ来た。どう？来た。お、いいんじゃない？いいんじゃない？やった！あ、え、え、引き戻された。なんでよ。おかしいだろ今。当たってなかっただろ絶対。遠隔操作だ。絶対は遠隔操作あっただろ。遠隔操作。どっかから吹き矢で狙ってんだろ絶対。そんなことある。これは20個だ。うん、20個。20で1回。じゃあ行っちゃってくださいよ。とりあえずどういうゲームなのかわかんねえから。で、初手、初手怖っ。じゃあ行くぜ。おい、うん、スタート。ん、あ、なるほどね。あー、で真ん中にね。いいよ。おお、ストップ。え、行き過ぎ。おお、まずいんじゃない。帰ってこい。止まれ、ストップ。はい、あー、シンプルな運ゲー。これ完全にランダムだ。え、でも入ってるよ、待ってよ。え、え？え？え？やった。え、なんで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 、おかしいおかしいおかしい。やったー。え、これおかしい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 。これ全部当たりましや。え、神ゲー？逆にどこかもしんけん、これ。クソゲー。クソゲー？え、もう一回いいんだ。いいんだ。適当に入れるよ、じゃあ。やってみ。真ん中がじゃあもっとでかいってこと？あー、なのかな。端っこがもっと少ないみたいな。大当たりってことかな、真ん中は。だとしたらめちゃめちゃ。え、ここ勝ち上げってこと？あれ？あれ？なんか…おらーしてたよー。入ってない。なんで？なんで？どうしてたよー。あ、これ、あれじゃない？
同じとこの枠の報酬1回までとか。あー、そういうこと。え、そういうこと。いくよ。はい。さあどうだ。緊張感あるな。あ、ちょっとさっきと違うかも。違うね。これ来たんじゃない。来い。おー。俺めちゃくちゃ当たんな俺。でも同じ個数だ。60個だ、うん、なるほどな。ちょっと俺すごいな。大勝ちしてるんだけど。大勝ちだよ。ちょっとお前パチンコ行ってこいよ。運だけはあるんだよな、なんか。すごいな。じゃ俺もう一回だけやっていい。俺いいよ。いいよ。じゃいきますよ。はい。いいよ。はい。お、頼む。頼む。来るか。真ん中、真ん中じゃね？あ、来た来た来た。これはどうなんだ？してない入ってない。やっぱ真ん中だけなんだ。じゃあなんでこのサイドはそもそも入ってなくて、うん、真ん中のこの2つ、このサイ、ごめんごめん、左から2番目、右から2番目は1回だけ60入ってて、真ん中は無限に60入ってるみたいな。それか単純に俺の1回目が真ん中判定になった。あー、バグっていた。その可能性が高いかもしれないね。座れて。え、じゃあ君は真ん中2回当ててるってこと。まあそうだね。え強すぎ。そうなるね。一旦俺もダイヤ19個しかない。 あなたはもう私今9個だから、まあ負け組のタグ。まあでも俺12個ハスあるからさ。開けるよペンティ。ありがとうございます。12個21個だ。やったー。俺も19個なんだよな。もうちょっと待って。あ、19個。じゃあ私21個開ければほらこれ20個できるんじゃない。やったやったさっき見たな、この構図。さっき見たぞ、これ。ありがとうございます。これで勝つぞ。いけ、これ。一発逆転。きた、どれにしようかな。勝て。ここで勝たないと。まあ、俺は終わりだ。言うと。きた。おお、きたー。勝ち組リーダー、かわいい。きた。堂々からの解放。あれ初めて勝ったんじゃない。初めて勝った。うわこれ脳汁めっちゃ出て。これは今出てるよ。ギャンブルハマるぞこれ。やめらんないよもう。俺もじゃあ交換しちゃったからいきますよ。でもさ、君エビス当たってペンティ当たってだったらもう当たらないじゃん。そうだよ、もう当たらないよ。いやそこで当てんのが男だから。そう、あ、男ミスちゃう、うん、男ミスで見てください。いくよ、うん、OK、 来た。緊張感だよな。緊張感な。あ、これをちょっとは早めか。あ、これ来たんじゃない、これ来たんじゃない、これ来たんじゃない、真ん中じゃない。え、あ、働いておいで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 。バイバイ。背中悲しい、背中が悲しい、悲しい背中だ。哀愁しかないな。次は15かな。15か。あ、次15か。じゃあサクッとやっちゃうよ。サクッとお願いします。はい、はい、スタート。これは羊。あ、これあれじゃない、羊気まぐれだ。あ、どっち行くかじゃない。わあ、これいく。まあ、シンプルな 25% かも、4分の1で。ハラハラ感もないし、あっさりだよな。悲しい。じゃあもう一回。うん。デイ。おい、やめろ、やめろ。そっちじゃない。そっちじゃない。違う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 。いいよ、一発いけるとか。あ、ありがとうありがとう。あ、大丈夫です、僕自分で買えるんで。ありがとうございます。あ、ほんと、あ、待ちません。あ、ちょっと マウント取ってきてる。全然自分買えちゃうんで、今私今貴族なんで。まあ動物に普段優しいからね、ここで帰ってくるんですよ、こういう時にね。頼むよ。おー、こういうところ。帰ってくんなよ、帰ってくんなよ俺に。タキタキタキ、106個。えぐ、きた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 、金持ちですね。ラストいい？いいよ。デイ、
お願いします。こっちこっちこっち、辻くん、こっち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 、羊くん、こい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 、おお、いいよ、やったー、来るんかい、イエーイ、来ない流れやの、流れことごとく断ち切れとるな、来ちゃうんだよね。え、じゃあもう50やろ、50いっちゃおうよ、50、こい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 、いっちゃおう。これね、これね、的めっちゃあるよね、これね、これなんかね、ここ景品なんだけどさ、C 賞とか B 賞とかあるんだよね。はい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 、鉄、鉄のインゴットとか出たらめっちゃ熱いじゃん、ね、金もすごいよ、金 A 賞ね、えぐいよねこれ。ちょ、一回交換してみよう、交換してやってみれば、2人一回50か、うん、あ、これ分かった、あのね、はい、当たりがどっかにあるんじゃない、 あ運か、結局そう、運、あー、じゃあもう取れ、当てればいいんだ、そうだよ、当てればいいんだよ、どれかに、どれかにも当てはまってるんだ、この鉄とか金とか、そうだ、 S 賞とか A 賞が入ってるんだ、この中に。なるほど、うーん、まあでもやっぱ真ん中じゃない、お、欲張るね、大丈夫、真ん中、だいたい真ん中だから、こういうのって、え、裏の裏を書いて、うん、裏の裏、逆にね、そう、いきます、いけ、こい、お、え、あ、C 賞だ、うわ一番残酷、でもでもでも、ダイ、あ、そう、え、え、あ、え、ダイヤ1個だよ、つまり49個の損失、うわ残酷、残酷、運に見放されてやんの、じゃあ私行かせていただこうかな、これつら、あー分かった、あ、待って、分かったわ、お、ほう、自分だったらどこに置くかなんですよ、こういう時ってなるほどね、なるほどね、その施設を作った側の人間になって考えてみろと、うん、そうなんですよ、これオセロ的思考だと真ん中と端っこは人気な、つまり全部どうなんですよ、で逆にその真ん中の上下左右、まあ、要は右から左2つ目とか真ん中のやつも人、うん、次人気なんですよ、はいはいはい、一番人気ないの、つまり右上から2番目、ここ、ここなんですね。どうだ？ここに置くのよ、最後の正解を。どうだ？許せねえ。さすがだね。さすがだね。その思考も全部読まれていたのかもしれない。読まれている。ちょっと園長くんするかい？え、いいんですか？あ、まあその場合借金ですよ。あ、必ず50トライデント1個で返すっていう。そうだよ。いいなね。もちろん任せてくださいよ。絶対歌舞伎だ。いいよいいよ、じゃあ。もういいよ、じゃあ。もしダメだったらもう俺の肝臓でももう膵臓でも取ってください。いらねえんだよお前の。絶対裏切るぞあいつ。ちゃんと返すよ。鼻くそでもいいですよ。舐めてんだお前。これ左じゃないと見た。そもそも。ほう、そもそも。こっちのいっちゃん右端。右端、ね。どうだ？さあどうだ？あ、なんか泡多いよ。残念だったね、ジョン君。おい、すいません。お前、俺の50個。すいません。すいません。もう労働。どこでも舐めますんで。労働あるのみなんだよな、こいつ。許してください。敗北者。ずっとそれじゃない君。え、エミス君ちなみにあと何個あるの？あと13個やね。あ、私56個あるから。あ、じゃあ今さっきお金をそう貸してもらった王をエビスさんに今ここで返すと見せかけてからの自分のプレゼント。なんで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 だよ。こいつ。これで外したらもう終わりがないと。いやもうこれ勝てばいいのよ、ここで。ここで勝てば本物なのよ。いいんだな。逆に何も考えずにね、目閉じてぐるぐるなんですよ、これ、こういう時。怖い怖い怖い。外すなよ、それ。それ外すなよ。投げる前は目開けてくれよ。で、目開ける。あ、ここ。で、ここ。お。これで、俺が勝利が確定します。もううちらもうダメだって。終わったマジで終わった。働こうぜ地道にやるしかないこれマジで。結局全員飛んでやんの。やり直しなんだけど。
あでもこうして労働してギャンブルして種銭なくなってまた労働しての無限ループって人生って感じよな。これこそ人生だよな。そうだね。なんか笑ってないあいつ。笑ってる笑ってる。なんかどうしたんだ。なんか豚めちゃくちゃいいかもしんない。えなんで？これ4回当たった。ええ豚強すぎない？え、なんか4回当たってる。ダイヤ何個あるの今？あ、また当たるわ。え当たったわ。え今何個ダイヤ？今ね、3スタックと18個。ええエビスさん、エビスさん、あれ師匠、師匠、これね、豚です。これ正解、正解豚、正解豚、これ 正解豚です。これ師匠、じゃあ俺も全部かけます。この44個やられます。豚で、ね、僕も俺ね、豚勝てるよみんな。 ありがとうございます。僕もじゃあ豚で確実に儲けられる。今豚にかけないとね、損するよ。あ、これ楽して儲けられるんですか、これ。あ、もちろん。やっぱ楽して儲けたいですからね。そうですね。今しかない豚は。あ、来ました。じゃあこれ僕も他の人誘ってこれやります。うん。うん、みんな勝ってるからこれでね。これみんな絶対これで勝てるんですよね。みんな勝ってるこれ。あれ。あれ。エビさん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 。見たことないこれ。見たことない。エビさん。見たことないがうち。もうでマツイちゃんさん何回か見たんですが。これペンタさんの特技なんです。特技ですこの。何も。そう。君はすごいね。ありがとうございます。あと4、あと3つあるんでまだ行きます。行きます。君は。ここでまあどっかで勝てる計算なんですよねこれ。そう、勝てる勝てる。収束するから、はい、ほらねそうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ、マジで言ってる。そうなんだよ。トライデンでいきますか。いきますよ。みんな何回いける？俺1回いけます。俺も1回いけます。俺3回いける。え、強っ。これもう勝ちじゃないですか先輩。勝ちじゃないですか先輩。勝ちたんねこれね。トータル5回投げれるってことですよ。そうだね。勝ちました、勝ちました。俺はね、感じる。ここお、こいつお感じます。いいですね。でい、さあどうなる。あ、え、あー、きたー。ミンショーだ。勝った先輩。20ブロック。ついてきます。やー、これは強い。これはすごいな。よし、え、あ、俺1個しかない。セットだ。あいつ。セット、セット。セット。セットだ。あいつ200個近く持ってます。セット。セットだ。200個近く持ってます。足りねえ、足りねえ。返しますよ、返しますよ。じゃあそれも全部分解してトライデントにすれば持ってきますよ。そうだよ、そうだよ。これ先輩言っちゃってくださいよ。無限じゃん。これも勝ち、これ勝ちルートですよ。勝ちルートっすよ先輩。みんなも勝とう。ありがとうございます。いいよ、やっちゃいな。ここ行かせていただきます。はい、一番右の真ん中。はい、どう。あ、星だ、来た。え、あ、よいしょ。やったー。これは強い。やばい、運が向いてきた。これ、ね、耐えれるのかな。収束したよ。逆にね、ここですね。この流れだとここが A。 さあどうだ。あ、星。あ、よし、オーディション来るんかい。当たるんかい。動画的に不正解なんで。来るんかい。まあまあいいでしょう。てかこんなに鉄あるのに俺らすげえ銅ばっか引いてたってこと。今まで何だったのマジで。逆にすごいね。これどんどんいくしかないねこれ。はい、どうだ。ああ、まあ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 、どうだ。厳しいですね。どうでした。じゃあ私がここだな。ここにが A 賞。お、これ S じゃない。え、これ S じゃない。 S だ。 S きた。マジマジマジ。 S きちゃ、 S きちゃ、 S きちゃいまし。クリスタルじゃない、クリスタルじゃない、クリスタル3つ。おー、きたきたきた。これクリスタルあと7個かな。きた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 。いや、ノルマ達成。クリスタル1個、ブロック64個分。これ勝ったんじゃない？勝ったかもしれない。しかも、え、しかもクリアされるからダイエにできるから。あ、じゃあ勝ったね。え、じゃあそれでもトライデント全部交換したやつ全部あれ的全部当てたらさ、ね、勝ちじゃん。
確かに勝ちなんじゃない、まあ、とりあえず一旦1個交換しておいて全然もうこれあげますよね、うん、これなんなら半分ずつぐらいさほら半分ずつ、いいんすか、先輩いいんすか、あげちゃう、あげちゃう、全然もういいんですか、すいません、余っちゃってしょうがなくてお金がねもうこれすいません本当に全然いいよいいよ、あれこれがあれが福利の力ってやつですか、うん、先輩これが福利の力だねこれ下手福利、うん、福利の力強いから お金持ちがお金持ちになるということか、これがそういう仕組みですよこれが、なるほど、ね、資本主義の、じゃあもうゴールじゃんほぼ、2分1ね、こっちかな、はい S もらいま す, ないんです、ね、どうもあ、これ確定？あ、確定か、やったいただきます。確定か。ありがとうございます、確定なのこれ。確定なのか。これ確定なんじゃない？これ。余り物には福があるってことですねこれ。これじゃ 100% これ S なんじゃない？これ。100% だ。おお、マジかよ。はい、確定ですこれも。え、いいな 100% だ。うわ。ガチャでいう確定ガチャですこれ。絶対当たるんだもんねこれ、すごいわ。確定 S じゃん。いいな、羨ましい。うわ、S 出したかったな。ね。そうだよね、そうだよね、今その話その流れだったよね、今ね完璧だったわなあ、さすがだね、こっちにもあるからそっちにもあるなんて思わないでほしいよねなんでだよ、 S の流れだろ今ちょっと待って、俺怖くなっちゃった、このステージさ S を出したら早々に撤退するべきだったんじゃないか、これ全部なくなった時に結局俺らはここ以外で戦わなきゃいけなくなるのではないか、いや、まさか、まだまだ S はある、まだある、まだある、まさか、まさか、まだ S、まだ S、あるあるある、まあ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 、じゃあここかな S は、怖くなってきた、ちょっと怖い、ちょ怖いな、頼むよ、な S ね、あれメンティー、ラストラストだよ、ラストだよ、頼むよ、ラストだよ、これ来なかったら結構きついよ、はい頼む、あ、リセットとかないの？ちょっと待って、一旦交換しようか。一旦交換したね、そうだね。一旦ね、え、ダイヤモンドブロック35。63。あっおいおい何をやってる君、おいお前おい何をしている、待って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 、見てて見てて、1個1個2個3個4個やってんな、何やってんだ君は、終わった、うーわー、いらなすぎだろ、うーわー、怖いな、終わった、やらかした、おいそれで交換できないか土下座するしかないだろう、最悪、こいつや、終わった、何個無駄にしたの、めっちゃ無駄にしてる、何個作ったんだ、2、4、6、8、10、20、24、16個作った、めっちゃめっちゃかける8だよ、 かける8個だよ、100、120個ぐらい、130個ぐらい無駄にしてる、めっちゃ無駄にして、もう切るしかない、切るしかない、こうなった以上はね切るしかない、おいマジかよ、どうすんだこれ、え、どうすんの、どうするこれ、もうあとは残ったものでギャンブルをするしかないんじゃない、これ、あれ、エンジョ君何個持ってんだっけ、ダイヤブロック35ってことは俺のと合わせて1個はゲットできる、レビス君もダイヤブロックどんぐらい、俺今ダイヤブロックがね642個と27個、あ、じゃあクリスタルが全部で今5個ぐらいある状況かな、半分ぐらいじゃない到達、ほうほう、半分か、これマジでどんどんやるしかないぞこれ、それぞれもうこれ無言でもう作業だよこれ、これマジ無言無言作業編無言作業編あ、素晴らしい、あ、素晴らしい、よし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 、しかし果てしなさすぎるなんだこれ、これが仕事じゃん、もう、あ、来た来た、これダイヤブロック64くなった、ナイス、おえ、やばい、これどう、え、これ必勝法を見つけちゃったかも、なに、なに、ほら、強っ、確定確定、あのやりすぎてプレイスキルでもう確定の場所が分かってしまったあ、今のはちょっとずれたけど、え、ブロックが12個、そうだね12個ぐらいかな、あとあのちょっと今減っちゃってるけど10個ちょいぐらい、エンチョ君2個持ってる、ブロック2個あります、来た、
よし、これで揃ったんじゃないか。どう？いけるんちゃう？64個きた！よっしゃー！よし来た、これは来た。なんかもうギャンブルなのか労働なのかよく分かんない作業をずっとしてたよ。労働だったよ、結構ずっと労働だよ。よしよしよし、来た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 、クリスタル4個で、これで8個、うん、9個9個10個、よし来た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 、よしよしよし、これでスペースシャトルか。こんな感じぶち込むんじゃない？オッケー、買うよ。うん、頼みます。キー交換、よっしゃー、やったー、やった、苦しかった、めっちゃ働いた。めちゃめちゃ労働したぞ。やっぱここまで行くと仕事になっちゃうんだね、うん、大変なんだねギャンブルもね。なんかなんか深いことを学んだ気がするわ。いや学んだよ。ギャンブルも大変ってことだよ。ギャンブルもやりすぎると労働になりうるっていう、確率とかめっちゃ考えてたもんね。期待値とかこれが一番いいみたいな。 そうなるんだな。だって途中効率だったもんね、うん、こっちの方が効率いいからっつって考えてた考えてた、うんうん、じゃあ入れます。はい、脱出しよう。はい、購入する、いけ、人生から脱出。おお、やったやった。なんかムービー見れる、ムービー見てるよね、じゃないことはムービー。お、来た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 、遠い宇宙へのスペースシャトルを手にした私は、来た、宇宙一のギャンブル魂を成し遂げます。日本語どういうことどういうことどういうこと、成し遂げますなんでね。この物語は未知なる惑星でのギャンブルへと、まさかさらに続いていくのでした。やだ、終わりよ。なるほどなるほど、ね、やだやだやだ、もうギャンブルしたくない、ギャンブルギャンブルしたくない。もうゴリゴリだよ、もう労働なんだもん、労働だからやりたくないです。終わった終わったね、終わった。結局運が良かったのは、うん、君ら二人な気するんだけどさ。はい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 、俺が圧倒的に運なかったなっていう。まあそうね、やっぱ運も人それぞれだからね、運もね。うん、まああとまあ俺は先般したから、ね。ああ先般、まあそう先般もあった、先般もあった。そうだ忘れて、じゃあ君が一番飛ぶ、君が一番飛ぶ、忘れてた忘れてた、チェスプレどこ行ったんだっていうか、俺らの確かに俺らチェスプレどこ行った、確かに脱がされた、脱がされた。チェスプレはでかかったな。